はい、明けましておめでとうございます。 MJWS 編集室です。はい、はい、本年もよろしくお願いいたします。私は干支がうさぎさんで、まあ、水の戸を打ってることでね、はい、まあ、1月まで限定ですけど、まあ、アラさんもつけてくださってますけど、この水の戸を打とですね、はい、この季節とってもいいですですね。着やすいですねこれね。はい、今日私は初試着です。お乳下ろしたて。はい、ということで、で今日のテーマというか、まあ、最近思ってたことがあって、今日それをお試しする動画にしたいなと思ってるんですけど、はい、アラちゃんの方でいろいろ紹介するときに、このパソコンのモニターにね、これですね、うん、挿絵を入れたりして、それを補助的に紹介に使ってるんですけど、そうです、ね、画面ちっちゃいし、実際ピント僕たちに合ってるので、結構ぼやけてるパターン多いじゃないですか、ね、後からこうお二人のどっちかの顔が切れたりとかして、ね、そうなりますよね。で、その対策を考えました。はい、チャレンジングなんですけど、はい、田村さん、その前に今年はですね、はい、ちょっと見えてないんだかもしれないんですけど、アロマキャンドルなんてうちにあったんですよね。それでいい匂いするんですか。無機質な部屋ですけど、いや今日なんか違いますね。やっぱり何か一つね、こう、うん、新しくいいものを入れると空気が変わりますね、うん、ということで、はい、新しいまたアイテムを増やすということでですね、はい、まあ、紹介の時にはいい空気で。なるほど、そういう理由があったわけですね。そうですね、いい匂いするなと思いました。あ、はい、これはイソップの、はい、なんていう香りだったかな、森林のウッドのなんとかっていう香りだったんですけど、すごいいい香りしますね、うん、もしイソップに行く機会があったら、あ、これいい匂いだなっていうのを思い出して、多分絶対幸せになれると思う匂いなので。そうですか、わかりました、すぐ買いきます、はい、と話はちょっと逸れてしまいましたけれども、はい、で、まあ、今年2023年ずっとちょっとやり方少しずつね変えていきたいなとか、何か新しいアイテム一つ投入するだけでも私たちのカラーも変わるんじゃないかなっていうことで、なんとこれ何でしょう、開けてみたいと思います。はい、早速バラしましょうか。はい、重たいんです。はい、はい、バラしてみたいと思います。はいはい、はい、さっきの箱の中に入っていたものが、おっと、いっぱい金属入ってます。金属入ってますね。ちょっと重たかったんですけど、多分、はい、YouTube とかやってる人は、あー自分も欲しいって思ってる人結構いると思うんですよね。あ、かもしれないですね。うん、なんかうちもね、こういう感じでつしてますけど、うん、前々から他の YouTuber の人のやつとか見て、うんうん、そうですね、あれやってみたい。前々からいいなと思ってたやつですね、これ。じゃあ早速開けてみたいと思います。はい、開けましょう。そうですね、ちょっと無言もあれですから、この中に入ってるのはみんなの憧れの。憧れなんですね。え、そうなんじゃないですか。安かったですよ。あ、緑色グリーンバッグ、私も今初めて見たんですけど、ちょっと金属音すいません、ちょっと不慣れで。多分これをうまくこの背景に設置することによって、今まで頑張ってモニターに映してたものとか挿絵としてね、動画を2個にこうかぶせてちっちゃくして入れてたっていうことの作業がもうちょっと見やすくなるんじゃないかっていう。ここがね、このモニターを目いっぱい使えたらいいなっていう。あー、なるほどです。まあ、お試しですね。失敗したらもう次回ありませんちょっと一回どんなもんなのか広げてみますか。見立ててみましょうか。そうですね。あれ、中に入っているものがこの緑色です、はい、これグリーンバックって呼ばれる布ですね。はい、で、三脚付きセット買ったので、これが多分三脚の足っぽいですね。あー、もう三脚めいてますね。え、あ、動くね。この上にこの棒を横並びに組み立てたやつにこれを吊り下げるっていうことだと思います。ただね、これかなりお安いやつなので、はい、ちょっと粗いですけど、まあ、お試しでね。このグリーンバッグ後ろにかけることで、このモニターより後ろに絵を映すってこともできるってこと。うん、
やりましょうか。これ2人とも見切れちゃうけ、ちょっとあの早送りにすると思います。はい、普通の三脚と一緒かも。結構大きいんですね。結構大きい。大サイズは買ってるけど、一応立ち行けるやつにしてあるんで。これで1本支えでいけるもんな。あ、スキン系は多分これで間違いない。そうなん。なんか2個で支えるもんじゃないの。あ、重たいやつは2個なんですけど。均等の場所にこの洗濯バサミ的なやつを置かないと、ダッサダサになっちゃいますね。止まりました。はい、そっちにでも寄ってる気がするね。なんかこっち全然足りてないわ。寄れたら上に上がるはず。これがこうやって、はい、見えてあげようか。こんな感じでいいですか。これが目いっぱいっぽいね。なんかどこ行っちゃったんだ。いや、これでこれに座ると、あ、でももうちょいこっちかな。そう考えるともうちょいこっちかな。こっち、あ、私の方に、私の多分端っこが外れてる、見えてしまってるので。あ、緑だね。でもなんかやっぱ影できるね。ここら辺が残る。まあ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 斬新。出来上がり、出来上がりましたね。圧迫感すごいですね。ちょっとあのとても広い場所とは言えないんでこれすごいねちょっとでもこれ編集した状態で見れないのが痛いですね。え、ああ、まあまあまあ、でも、あ、じゃあ早速なんか映してみましょうか、試しに何か映す、あとの編集の僕たちが見る感じ。そうですね、せーので、はい、せーの。え、何を映すことにする。それはまあちょっと後で、あとの際任せるからね。はい、はい、こんな感じで、あの、こんな感じで巨大に映せますよね。今な、何が走ってるんだろう。素材モノレールしかない。なんか走ってくれたら、モノレールはきっと走ってると思います。ちょっと入りきれてますよ、はい、電波少年状態になってますね。あ、あの緑の服着たら電波少年になります。いや、いい。ということで、はい、年明けなんか新しいことやろうとしてたんですね。ですね。まあ今回はお試しですけど、うまくいけば。で、なんかね、ネットで見たワンポイントアドバイス一応言わせてもらうと、なんかこのシワができると、このシワ残るらしいので、もしかして差し替えてたら出ちゃってるかもしれませんけど、こういうシワとか角っちょとか影ができたりすると、うん、そこだけどうしても残ったりとか。これおいくら万円で手に入れたんですか。ですね、4000円ぐらいだったかな。ああ、そうなんだ。まあじゃあお試しとしてはいいかもしれないね。で、ちなみに2セット買ってます。同じものを。同じものを。もうちょっとイメージとしてはちっちゃいイメージだったんですけど、うん、1個でも十分入りそうですね、この感じ。ね、ちょっとアイロンとかかけないとダメなんだ。まあでもちょっと私たちも未知なんで。ですね。これでね、あの雨の日とかね、雪の日とかね、うん、ちょっとどうしても外に取材に行けない時とか、あの過去を振り返ってもう一回解説するとか、そういう手法もやれるんじゃないかっていうことですかね。うん、ですね、うん、その場でちょっと言えなかったような、あ、待って、すごいよ、アラさん、これ映ってるかな。髪の毛がね、静電気でブワーッと浮いてるそれ私の髪の問題じゃないですか。すごいよこれ張り付いてる。やだいや、多分カメラさんがあったら見てないと思う。後ろね、髪がボーンっていってる。やーんすごいね。こんなわけないですか。あ、そうなんですか。よし、下敷きみたいになってる。難しい。面白いな。はい、ということで、伝えられないのが申し訳ない。グリーンバック導入ですよ。あ、はい、まあ、なるべくこれ使って、あの大きく映した方が分かりやすい内容も多々あると思うので、うん、そういったものをこれ使えば、まあね、ちょっと生活関係しにもいいかもしれませんね。確かに、うん楽しみですね、この後の編集どうなるか。はい、はい、
で2023年今日ね初めての撮影ということでね、はい、新しいものを紹介させていただきました、はい、どうぞ本年も一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今日はこれで終わり、はい、さよなら。